よしやるぞプラネットズやっていこうと思います。前回風邪ひいてたんでもう全然テンション低かったんで、その前回を取り戻すべく今日はハイテンションでやっていくぞっていうのはまあ最初だけなんですけど、いつものテンションでやっていきます。よろしくどうぞ。さあではやってまいりました。前回ねこのモノレールを作ったんですけど誰も乗らないということで、もうモノレール見ちゃってるし、見るもんだと思ってる、シマウマだと思ってる説あるな、これのこと。めちゃくちゃに目悪いですね。まあ、とりあえずちょっと待てよ。これね、多分ね、料金が高すぎるんだよね。まあ、だから、ちょっと料金を変えたいんだけど、変え方がわからない。いや、もう、乗ってくれたらいいから、1.5ドル。1.5 ドルで乗るでしょ。どうだ、これで。乗ってくれ、1.5 ドルで。いや本当は俺の予想ではもう大人気でみんなここにめちゃめちゃ並ぶっていう予定だったんだけど、なんでこんな人気ないの。あとここだけ人口密度高すぎなんだよマジで。え、誰も乗らないんだけどちょっと待ってくれない？乗るんじゃないの？乗れって。もう入り口と直結にしてやろうか。この道はもうここに繋がらせてやろうか。全部めちゃくちゃ汚ねえ。しかも待て、まさかまだここに止まってんのか。あ、止まってないわ。あのバグ治ったのかな、飼育員のバグ。もう分かった、ただでいいよもうただでいい、もう無料でどう？もう無料のアトラクションって何？ただ動くたびに赤字になっていく、それでもいい。これもうポッキー園長からのご厚意よ。乗れ、誰か乗れ。え、なんで、え、なんで無料でも乗らない？無料でも乗らないんだけど、罰ゲームみたいになってんのかな、ここは。もう、え、なにこれ、なんでそんな人気ない？あれかな、やっぱテストをしっかりしてないから、もしや。え、ちょっとよくわからないな、これは。なぜか、なんで乗らないんだ。テストしたらさすがに儲かんないと意味ないから、さすがに 1.5 ドルくらいにはしとくか。ちょっとね、最初に引いたこの道あるじゃん、若干消してこうと思います。あの現実的にちょっと作ってこうかなということで、はい、結局消すっていうね。さあちょっといい感じに、道路の長さを調整しました。まあこれくらいが一番ちょうどいいね。でここら辺にちょっと作りたいんだよね一個。なんだ、重要な警告は注目してもらわなきゃいけません。あ、ごめんなさい。でも逃げてんの雪氷なんだよ。もう話し合いしてるから大丈夫？もう注目する時期終わったんだよね。もう絶対逃げるのこいつら、こんな広いとこあんのに。充実度もマックスなのに。もうだから注目はできません。ごめんなさいね、そこのところは本当に非常に申し訳ない。あと雨が降り続いてる、ずっと沈むんじゃねえか。大丈夫か本当に、頼むぞ。ちょっと待てよ。何を買おうかな。先に動物から決めるか。いない子がいいんだよね。誰にしようかな。あー、サイいいね、サイいいな、オカピもいいな、カバいいね。カバよく、あ、パンダにするか。パンダよくない？絶対パンダいいでしょ。大人気じゃん、パンダなんて。もうね。パンダに決めた。パンダ飼いたいと思います。じゃあちょっとまずフェンスから作るか。ここに作ろう。まあ、パンダは登ったりしないと、あ、てか、そうだ、思い出した。え、思い出したみんな。あのね、コメント欄見てると、この雪ひょうちゃんの、これフェンスを、ちょっと待ってよ、あのね、レンガにしたら登んないらしいわ。そういや思い出した、そういうコメントがあったんですよ。よし、レンガに変えれた。これでどうかな。ちょっとこれで様子見てみましょうか。え？普通にこれ高さの問題だな。でも高さの問題だぞ。高くすればこれマジ逃げないんじゃね。よーし、もうなんかめちゃめちゃ檻の中に入れてる感あるけど大丈夫かこれ
これでもう逃げれないんじゃないかな。で、ちょっと待ってよ。ね、窓つけれるから、これ多分窓つけとくか。あ、こうしとこう。こうやって外は見れるようにしとこう。てか、これがあれば、マジックミラーとかもあるんだ。逃げれないんじゃない？ガラス、無理じゃない？無理でしょ、絶対。おい、なんだ？勝手にリセットされたけど、まあいいか。さあ、これで脱出問題解決ですね。こういうパターンもいいね。レンガにして窓ガラスつけるのも。これも考えよう。よし。それやってる間に、ちょっと、どう？もうテスト完了してるでしょ、絶対。まだテスト中なの？まだ？もういいんじゃない？オープンで。これいけるでしょ。さあ、乗りなさい。乗るか？ついに乗るか？第1号になれるよ。こんなことないよ。もう今後大人気アトラクションになる第1号。違う。乗らない。なぜ乗らない？お！あ！来たやったー、乗ってくれたの？よく一人でよく乗ろうと思ったな、お前。夜だからサングラスを外せよ。いい旅よな。うわー、最初の一人が行ったら。ちょっとね、ライドのこのモノレールのこの線路を低くしました、全体的に。なんかね、やっぱね、動物が見づらかったっぽい。致命的。まあ、それで、だいぶ全体的に低くしたら、乗ってくれるようになりましたね。よかったー！めっちゃ乗ってくれてる！嬉しい！めちゃめちゃ嬉しいんだけど、うわぁ、これだよ、見たかったのは。よかったー。やっぱそういうことだったんだね。景観問題があったんだね。よし、じゃあこれで、何の心配もなく、パンダエリアを作れますね。じゃあ作っていこうと思います、パンダエリア。パンダエリアどうしようかな。またなんか赤レンガとかのやつでガラスにしてみるか一回。赤レンガでガラスパターンいってみようかな。あ、丸太でもいいな。丸太でガラスにしてみよう一回。やべえ。降りるの効率悪すぎてめちゃめちゃ並んでる。折り待ちがすげえ。どっちの動物園かわかんねえ。人を見る動物園なんか、これは。人見てるよね、完全に。めちゃめちゃ恥ずかしいじゃん。ジャイアントパンダ用のやつは、こういうの登ったりしてほしいね。これでかすぎるな。でかいな。あ、いいね、パンダっぽいね。こういうとこにいるイメージある。いいじゃないですか。で、なんか木の板とかも。これはすごい絶妙なバランスで立ってんな。なんか、あ、木登りしてほしいな。いやでも こんなとこ登るかな。あ、この上は無理なの？あ、できた。はい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 。で、あとはまあこれ全部ね、あれなんですよ、パンダ用なんですけど、登れる丸太。え、パンダこんなとこ登んの？あ、すごい。よし、こんな感じでいいかな。で、あとこういうのでも遊んでほしいね。まあ、充実品を適当に置いて。よし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 。ハーブの匂いマーカーとかも。OK。こんなもんかな？ OK。あとは、裏側に、なんか草木を生やしましょうか、適当に。でかいな、木が。じゃあ、ジャイアントパンダの、ジンハイくん。え、向こうを殴ってきて、やべ、忘れてた。うわ、え、まだパンダ来てないのに一人来てるんだけどって思ったら、これは歩き回っている。あ、スタッフか。びっくりした。もう一人来たのかと思った、先を見越して。じゃあ、ジャイアントパンダのゲミンくんおいで。そしてですね、女の子も入れてあげたいと思います。リアン、チオちゃんにしよう。さあ、OK です。いや、パンダはもう大人気になるでしょ、間違いなくね。いや、楽しみだな。
ここでパンダ見れるのめっちゃ良くない？近くない？距離感すごいね。でね、やっぱりね、ここら辺まではお客さん来てくれるんですけど、こっちの方がね、もうお客さん全く来てないんですよ。でちょっと寂しいんで、ここら辺にもなんか動物をちょっとね、入れたいね。ここにもサクッとフェンス作って動物入れちゃいたいと思います。あ、来た、かわいいパンダだいいねー、かわいい。あ、てかちょっと待って、あぶねー。そうだ、ご飯系のものも全く用意してなかったわ。さ、寝床も用意してなかった。そういや、あぶねー、あぶねー。パンダ様のやつ置いとくんで、はい。水パイプこのここら辺の前に置いとこう。はい、入ってみて。よし、あとご飯用のやつも、餌やり用のやつも置いとくんで、パンダさん最高すまし。ここら辺のとこかな。よし、さあさあ、サクッと新しいエリア作りました。もうね、お察しのいい皆さんは気づいてると思いますが、ここに入れるのはサイ、いや違う、カバだ。どっちだどっちのために作ったんだ俺は一体。いや、カバだな。カバです、皆さん。カバちゃんを入れたいと思います。アヨルワ、アヨルワちゃん、アヨルワちゃんと、あとオスのカバなんだけど、オスのカバは、ダウディ行こっか。いや、オラデルだ。さあ来た。さあということで、こっちのエリアにも人が行ってほしいな。どう？パンダエリア、まずのパンダエリア。なんで？もっと人気出ると思ったんだけどな。あれ、もう、あれ？あ、もうすっごい嫌いじゃん、人間のこと。めちゃめちゃ真逆見てるし。まあでもね、パンダってそうだよね。これ邪魔なのかな？これいらねえな、絶対。これのせいで見えないわ。さあさあさあ、動物園ちょっといい感じだよね。でもね、2700人くらいをね、行ったり来たりするんですよね、今のところ。で、なんかね、お客様の声聞いてると、まあ、若干喉の渇きと空腹度があるんで、お店を結構増やしました。至るところにお店を増やして、例えばこことかに。そしたらね、やっぱお客さんが流れてきて、その流れでパンダとかも見てくれたりするんですよね。まあ、これいい流れだよね。でもね、めちゃめちゃ行列になってるんで、ちょっとあれだとは思うんですけど、でも、多分、増やしすぎるとこのようになってしまうので、まあいい感じの、割合で増やせたんじゃないかなってことで。うん、こことかも完全にもう空いてるしね。で、まあちょっとお客さんをここで、バッと増やしたいということで、ちょっとね、マーケティングキャンペーンをやりたいと思います。まあそれ何かっていうと、広告ですね。CM を打とう。マーケティング。ポスター、シリアルのパッケージ、新聞広告。まあ、インパクトが強い方がいいよね。テレビ CM 打ちたいよね。オンラインか。いや、テレビ CM だな、やっぱり。深夜じゃない。コメディーショー。そしてファミリー。ここと、ここだな。ここ1年間打っていこうと思います。さあ、これでどんだけ増えるか。ああ、もうどんどん増えてるね。って思ったけど、そうでもないのか。いや、増えてはいる。ちょっとこの動物園をもっと活性化させたい。うん。あとね、相変わらず全然乗ってくれなくなったわ、これ。全然乗ってくれなくなった。なんで？どうして一体？ちょっともうやっぱね、バレてるんだわ、ほんとに。あんまりこれ、面白くねえって。このモノレールあんま面白くねえってバレてます。はい。じゃあちょっとね、作りたかったものを作ろうと思います。まあ、ここら辺なんだよね。で、列車。小型蒸気機関車。これは絶対に作りたかった。ということで、ちょっと、なんか、この、外をぐるーっと回るような、そんな、でもなこれって動物見るためのもんなのかな。でも、輸送って書いてあるから、多分、あ、でも全部輸送だな。動物見るためのやつだとしたら、動物の近く走んなきゃいけないのか。迷うね、これはちょっと。まあ、上はモノレールでしょう。下は列車だよね、やっぱ。ちょっとこれはね、作りたいんですよね、なんか。でもね、難しいのがさ、その場所がないことなんだよね。ここら辺に作ってみるか、一回。これ横行ける場所あるかな？もうかっこいい。これちょっとオートコンプリートしてみていい？
一回オートコンプリート目指そう。いや絶対無理でしょ。いや絶対無理でしょ。こんなとこ行けないでしょ。上行くのこれ。え、モノレールと一緒で上を行くの。ちょっとオートコンプリート計算しなくていい。え、何がしたい。いいって、もうこのオートコンプリートとのコントいいから。で、じゃあちょっと個人的に作っていこうと思います。んこうやってこうやって、そういうことだよね。 OK。 ちょっとまあ一周回っていこうかな、一回とりあえず。あー、下行きたい、下行きたい。俺の願いとしては下行きたいんだよ。よし、こんな感じでちょっと回れるやつを作りたいと思います。てかもう気づいたら2890人、3000人来そうなんだね。はいや、ちょトイレ消しまーす。今一人いたな、ここに。ごめんね、入ってる時にトイレに。どうしても俺はこれを作りたいんや。まあ、確実に経営者としては間違ってんだ。うん、電車のためにトイレ消すってはおかしいもんな、普通に考えて。ちょっと待てよ、こっちこっちこっち。こっからオートコンプリートいけねえか。頑張れ、つなげ。いやいや、余計な周りいない、余計な周りいらない。よーしゃ、ナイス。完璧なオートコンプリート。きたー。よーし、この一周の列車。え、問題があるんだけど、何？入り口と出口つけてないからか。オッケーオッケー。じゃあ、入り口つけましょうか、まず。さあ、完成しました。めちゃめちゃ入り口にだけどね。でも、これはね、乗ってくれりゃいい。チケット1ドル。夢の1ドル。うん、で、店員はね、そう、人数制限なしでいこう。よし、あー、そうだね、オッケー、これでオッケーかな。じゃあちょっと一旦テストいきまーす。どんな感じなんだろう。でもね、これね、結構ね、見れるよ。普段見れないところ、こっちも見れるしね、なんなら。これめっちゃいいと思う。パンダも後ろから見れるし、カバーとかも裏側から見れるし、なんなら普段は絶対に見ることができなかったユキヒョウちゃんも見ることできるからね。これはすごいよ。ここのほらユキヒョウちゃんもちゃんと見れます。素晴らしい。いつの間にか3000人超えてましたね。3200人。でね、3000人超えたあたりからパソコンが重い重い。ちょっと限界感じてるよ本当に。まあということで、最後あの列車を動かしてこの動物園作りは一旦エンディングということにしましょうかね。突然のエンディングだけど、まあね、大体ね、やりたいことはやり尽くしたかなということで、展示品とか、あとまあ動物ちゃんたちもね、ね、もう完璧な状態なんですよ今。もうこれ見て、サバンナよ、完全にサバンナ。でまあね、プラネットズーとね、プラネットコースターをやったものからしまして、ね、めちゃめちゃプラネットズーは難しかった。うん、まあ、やっぱり動物命を、こう扱うっていうところで、まあ大体難しいのは分かっていたんですけど、めちゃめちゃ難しかったね。もうプラネットコースターの比にならないくらい難しかった。まあでもね、なんか動物園のね、なんて言うんだろう、その難しさも分かったけど、やりがいとかも感じたね。何を語ってんだお前はって感じだけど、ただのゲームで、ただのゲームなんですけど、されどゲーム、めちゃめちゃ本格的だしね。うん、あ、テスト完了してるっぽいんで、オープン。さあみんな乗ってくれ。一番いいアトラクションよこれが。でも入り口すぎてマジ誰も乗らないかもしれない。あ、来た、乗り始めた。よーし、さあまあ楽しんできてくださいということで、以上ポキッと気が折れそう動物園物語でした。まあね、他にも動物ちゃんはたくさんいるんですけども、これ以上人が来るともう大変なことになっちゃうんで。今回はここまでということで、もう重い。まあまたね、何かの機会に生放送とかでのんびりとまた動物園をね、一から作るかもしれませんが、一旦ここでエンディングとしましょうか。はい、うん、なんで誰も乗ってないの走ってんの。かわいい。見つけてしまった。生まれたんだ、かわいい。めちゃめちゃかわいいじゃん、なにこの映像。なにこのかわいい映像。パンダ癒されんな。まあね、自分で動物園を作って、こうやってひたすら動物を眺めてるだけでもね、なんかもう
楽しいゲームですよ本当に。動物園経営じゃなくてもね、もう本当にリアルな動物の生態がわかるんでおすすめですね。はい、ということでもうマイパート2時間3時間やってきたこの動物園シリーズ、今回のパートも2時間半やってるんで、こう見えてすげえ楽しみました。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。またねこういったプラネットシリーズ、お楽しみに。ということでもしこの動物園に行きたいと思ったらぜひ高評価ボタン押してください。ではポッキーでした。またお会いしましょう。じゃあバイバイ。